原 GM の首切りに忖度なし。リーグ連覇を果たした原辰徳監督62率いる巨人では戦力外通告などですでに10選手が来季の支配下から外れることが決まった。戦力整備は今後も続く見込みだが、中でも球団の意外をざわつかせたのがナティーノ・ディプラン投手26への戦力外。球団や発掘人のメンツにとらわれない新規軸が表面化している。チームは12日にジャイアンツ球場で全体練習を行い、原監督も報道陣に応対しつつネット裏からグラウンドに鋭い視線を送った。8年ぶりの日本一へ調整を続ける一方で、首筋が冷える季節にも突入している。岩隈が今季限りで引退し、宮國ら6選手に戦力外が通告され、ドラ1ルーキー堀田、桑原と高木の3選手は育成から再出発する方針となった。新陳代謝を図ることは毎年のことだが、新人右腕に下された審判が新生、現巨人の変化を物語るともっぱらとなっている。それは11日に戦力外が言い渡されたドミニカ共和国出身のディプランだ。ディプランは今季から育成選手として入団し、3月31日に支配下に昇格。26歳以上の外国人選手の支配下、登録期限は同日までと定められ、まさに滑り込みでジャパニーズドリームをつかみ取った。ただ1軍で思うような活躍はできず、2試合で防御率 19.29、成績と年齢だけを照らし合わせれば違和感はないが、ディプランは支配下、昇格1年目での戦力外だ。球団関係者によれば、支配下にした年に切るということは、球団が見込み違いだったことを認めたも同然。つまりは編成の失敗を意味するというが、今回はバッサリと切った。さらに、ディプランが入団した経緯が従来と異なるのも大きな着目点となった。ディプランを発掘したのは、他ならぬ阿部慎之助二軍監督41だったからだ。昨年11月上旬にドミニカで行われたトライアウトを視察した際に目に留まり、巨人入りの道が開かれた。過去には誰が取ってきたかや、その選手のバックボーンなどが関係して切りづらくなったケースは少なくない。どうそうだが、阿部ルートを否定する格好となっても、政治対象から外すことはなかった。伸びしろや能力などを総合的に判断し、切るべき人を切る。一見すると当たり前なのだが、巨大組織の巨人では、すべてが当たり前にできたわけではない。ましてや、今年は8月に、コーチやスカウト経験が豊富な井上慎二氏を、ファームディレクターに配置転換するなど、首切りの目利きにも力を入れている。こうした球団のメンツや、入団経緯に忖度しない、方針転換を象徴するのが、ディプランというわけだ。もちろん、最終決定権は編成トップも兼ねる現監督にある。球団が発掘と育成の概念を掲げる今季、現巨人の切り方も一味違う。阿部慎之助二軍監督41だったからだ。昨年11月上旬にドミニカで行われたトライアウトを視察した際に目に留まり、巨人入りの道が開かれた。過去には誰が取ってきたかや、その選手のバックボーンなどが関係して切りづらくなったケースは少なくない。どうそうだが、阿部ルートを否定する格好となっても、政治対象から外すことはなかった。伸びしろや能力などを総合的に判断し、切るべき人を切る。一見すると当たり前なのだが、巨大組織の巨人では、すべてが当たり前にできたわけではない。ましてや、今年は8月に、コーチやスカウト経験が豊富な井上慎二氏を、ファームディレクターに配置転換するなど、首切りの目利きにも力を入れている。こうした球団のメンツや、入団経緯に忖度しない、方針転換を象徴するのが、ディプランというわけだ。もちろん、最終決定権は編成トップも兼ねる現監督に、ある。球団が、発掘と育成の概念を掲げる今季、現巨人の切り方も、一味違う。